のプロです。よろしくお願いいたします。シャス、これ皆さん何だと思いますか？ダンボール。なんと福岡から届きました。わざわざ私たち福岡から取り寄せたものはなんとなんと福袋でございます。なんだって。私たち富山県っていう大田舎に住んでおりまして、福袋っていうものは年始にしか販売されないんですね。だから東京とか都心部に住んでる YouTuber の方はね、年がら年中福袋の動画上げられるんでしょうけども、私たちは取り寄せなければもう上げることができないと。でも取り寄せられる環境なら取り寄せてみまいけと思って買ってみたのが、駿河屋の200点入り1万円で買える女性キャラクター福袋です。ほう、女性向けキャラクターと勘違いしておりました。ただ福袋って言っても正直200点もあれば在庫処分だと思う。それは仕方ない。だからここにあるキャラクターがいいか悪いかはさておき、でも福を感じられるかどうかだよね。駿河屋って正直店によって当たり外れ激しいと思うの。整ってるお店もあれば、正直汚すぎる店もある、うん、からこれはどっちかわかんない。ちょっと怖いけど買ってみました。はい。デレレン、状態といい作品といい、どんな感じなの？あれ？これ結構良さげだぞ。じゃじゃん。リトルバスターズ、ジーズマガジンの付録限定、一緒にお風呂フィギュア。いやいやいや、エッチすぎるやろ。2014年1月号だって。しかも新品だよ。すごくない？これはすごいね。でも、映せないよ、見て。まずいです。これエッチだね。これいけません。わー、え、これいいじゃん。来ましたよ皆さん。お、ニコちゃんのプニプニのキーホルダー、早速推し。リコちゃんのパスケース、ビンちゃんのクッションマスコットに、プレゼントでもいただいたカナンちゃんのクッションキーホルダー。 いや、いいね。じゃあ適当にぶち込んでるわけじゃなさそうだ。結構期待でかいな。ええ、なになになに、ええ、楽しい。え、可愛くない？色紙だよ。マイテツのなんか可愛い女の子の色紙。絶対僕タイプになるこのやつやん。めっちゃ可愛い。うん。そしてわっ、エヴァンゲリオンのローソンのファイル、めっちゃ綺麗だよ。ねえ。そしてアイドルマスターズ。おい、やるやんこの福袋。あれ、ソニコだ。え、可愛い。スーパーソニコ。アートボードぽいね。うん。めっちゃ可愛い。デザインがすごい。なんか私の中でソニコってめっちゃ男性が喜びますよねみたいなデザインなイメージだけど。偽物か本物かの見分け方はね、あの別で動画で上げてるので、ぜひ駿河屋さんこれ買っちゃダメですよ。バラン、うわ、ラブライブカナンちゃんのサンシャインの中で一番新しい一番くじのアートボード、めっちゃ状態いいし綺麗なんですけど。意外とやっぱこういうの当たりなのか。ええ、カスミンタオルに推しソニアニのタオル。え、ポタちゃん推し2個入ってんですよ。やばいよ、2個だけに推し2個よ。え、やばくない？え、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 夏、うん、にゃ、うん、にゃ、ハイオレニャルコさんのキャラクターグラス。そしてこれもやばくない？ラブライブ一番くじのグラス、中身は僕の庭師のバナ。ちょっとずるくない？あんた、私の好きなキャラ、今のところ偽物しか出てないけど。じゃあ細かい系いこっか。そうだね、今大物これ。え、やばい、ダンダンダン、え、ダン、小物4つ、見るからにもう知ってるキャラクターだよねみたいなのがめっちゃ入ってる。バンドリかな。ラバスト可愛いよね。これはもしやご中佐。おう、ご中佐だ。ご中佐の缶バッジ。ココアちゃん、ポタちゃん、ご中佐全部見たんだよね。全部見ました。シャロちゃんしか勝たん。え、すごっ。え、マジでマジで人気作品しか入ってない。ほんと？五等分の花嫁四つ葉。すごいぞこの福袋。これもアイマスだよね。え、さてはすごくない？え、かわいい。見て、大人気鬼滅の刃、ねずこ。え、これ持ってないしめっちゃかわいい。ご中佐のラバスト、じゃじゃん。アクアニオシマリのラバスト。何？いいね。すごい、ほんと有名作品ばっかじゃん。もしもしのぶさん、呪術のマキさん。あれ、いや、マキさん好きよ。あんな同級生欲しくね。欲しい。そしてまたまたご中佐の缶バッジ、マヤのトップガン。
違う。 CV 得意そうだ。これも大人気作品、カリカノのラバスト。え、これもさ、めっちゃ人気じゃん。からかい上手の高木さん、すごい。本当に僕らでさえ知ってるレベルね。これもめちゃめちゃ人気作品、このスバ大人気作品再び SAO。 ゆいちゃん、すごい、ポタちゃんが詳しくなってるね。こんなのも入ってる。おそらくグラブルかな。めっちゃ美しいね。こちらもグラブルのまさかの花札1枚だけ呪術廻戦野原ちゃん、私が気になってる子、アクアのようちゃん、すごい。またもや四つ葉、マジで私が知ってるレベルって、ニノ、ニノ1期しか見てない時なんでこんな人気なんだろうって思ったけど、2期見たら、いやそりゃ人気なるでしょみたいなレベルであざとかったデレマスのフルデリカ、すごい名前だね。ウミネコでしか聞いたことないよ。これもグラブルの缶バッジ。イラストが美しいね。ウマ娘とコラボするよね。そう、めっちゃ可愛いよね。卑怯なんよ、そりゃ最強やん。こちらもアイマスの缶バッジ。なんか昔さ、アイマス見た時に、いやキャラ多すぎって思ったけど、今ラブライブも人のこと言えんくなったよね見よう見ようって言ってなかなか見てないゾンビランドサガのキャラクター、可愛いね。なんかゾンビがアイドルになるみたいな作品なんだよね。ね、らしいね。聞いただけでも意味わからんけど。じゃじゃん、セイラー、バンドリのラバスト。バンドリもガチで絵が可愛い。可愛い、目なんかキラキラだよね。何その偽物みたいな本物は。なんかさ、こういう YouTube チャンネルありそうじゃないキッズ向けね。めちゃめちゃ可愛いんだけど、大人はなかなか買わなさそう。ちょっと夢に出そうな感じあるね鬼滅もめっちゃ入ってるな。出た、駿河特有、なんかめっちゃ汚いやつ。汚いな。いちかの缶バッジ、こちらおそらく神岡チロールさんっていう方が書いた缶バッジらしい。オリジナルキャラクターかな。バンドリのともえちゃんの缶バッジ、これかわいい。うん、かわいい。最近ね、 DM でね、赤毛しか好きになりませんみたいな、ほうほう、女性の方からね、ゼノンちゃんと仲良くなりたいですって来て、で好きなキャラクターが錦野真紀ちゃん、黒沢ルビーちゃん、ほう、リドルローズハート。なぜ前世闘牛絶対好きだよねね、交互のこと。そしてポタちゃん見てこれ。はい、でかいよ。じゃじゃん、マキさん。あら、スプラトゥーンしてるんだ。これかわいいね。かわいい。アイマスのラバスト。うわ、絶対内気なアイドルだけど、覚悟を決めた時めちゃめちゃ笑顔輝くやつ。あ、アイマスのゲームさ、一緒に踊れるやつあるよね、 AR モードみたいな。あ、はい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 、あれさ、全部のゲームに実装してほしい。自分の部屋に呼びたいよ、直し。ねえ、これめっちゃかわいい。ご中佐まやちゃんの缶バッジ見て。え、アニバーサリーっぽい感じする。ね、めっちゃ豪華。またまた呪術マキさん、デレマスのアコタン、赤毛のともえ。見て、私と髪色一緒じゃない？一緒だね。ご中佐のリゼちゃん、来たー来た。なんだ、いつき。あらあら、かわいい。これ5つ子コンプしちゃうんじゃないの。あとミクだけか。うわ、冷凍じゃん冷凍じゃんや。そしてまたまた野原ちゃん、これめっちゃ可愛い。高木さん、こちらもデレマスの城ヶ崎リカ、いい名前だね。一瞬ガチで僕ヒカの花代かと思ったけど、デレマスの三村かな子ちゃんみたいです。しっかりポタちゃんの推し回避していく。ご中佐。そしてまたまたグラブル、このミニエバージョンもあるんだね。え、プリキュアなん。え、これプリキュアなん。みんな、これプリキュアなん。マジでこんなギャルおるん。かわいい。私最近ギャル好きなんだよねマジで。その着せ替え人形は恋をするって書いて、あれなんて読むか知らんけどさ、うん、あれもさ、ヒロインギャルなんだけどさ、まあかわいい、まあかわいい。そしてまたグラブルの缶バッジ、ミューズがね、めちゃめちゃ勢いがあった時にもう同じぐらい並んでたデレマスの子。え、めっちゃ懐かしい。もうマジで小鳥かと毎回見間違えてたもん。昔わかんなかったもん。わかんなかった。そしておそらく牛年のデレマスの子、これもアイマスの子、めっちゃ可愛い。これファイアシスターズみたいわかる。またまた呪術廻戦野原ちゃん、呪術もグッズ多いね。多いね。カナンちゃん、デレマスの子のアクキー、こういうラインナップで出てなかったな。テイルズ、これが今第一袋を開封したんだけど、意外と出てないなっていうのがフェイト。あー、出てない。でも正直人気キャラもめっちゃ入ってるから全然期待できる。まだマジで2袋目。はい、ガチで200点あるのかな。なんかもう100点ぐらいありそうだけどね。同人グッズです。うわー、確かにここ出てなかったわってキャラ出てきた。お、え、こんなのもあるんだ。ぷよぷよ。う
うわ、それはコアなファン多いよ。え、ぷよぷよもあるんだ。そういえば出てなかったな、かぐや様は告らせたい。確かに確かに女の子だな。ほう、こちらミカサ。確かに確かに出てない。確かに出てないね。いや、まだまだあるぞ、それ絶対。こういうのも結構入りがちだな。ほう、はい、モンスト。あー、入りがち。グラブルガールならモンストとパズドラはある。間違いない。じゃあ呪術いこっかな。おい、ピタッとマキさん、このシリーズ大米ネマキさん、イケメンマキさん、かわいいマキちゃん、スプラトゥーンのばらちゃん。このデザインめっちゃ可愛い。どんな作品でも合うしな、それ。じゃあ次、私たちここ履修してませんコーナー。この子よく見るよね。合います。可愛いな。可愛い。膝場でおっぱいでかいは卑怯じゃん。こちらも合います。衣装が豪華。そしてこちらも合います。ザ・アイドルって格好だけど髪型がボーイッシュだね。パズドラに出てきそうな合います。そして私たちここ通ってませんパート2。はい、パート2。バンドリー。おお、小さい頃親戚の家にありがちなやつ。お風呂場とかにも並んどったりするやつね。バンドリー絶対人気。さすがにわかる主人公。おお、紹介し忘れてた野原ちゃん。二つ目やないかい。皆さんこれ調べてもわかりませんでした、教えてくださいシリーズ。はい、この子ちょっと出てきませんでした。イースターエッグで可愛い。これ目も可愛い。そういえばまだ見てなかったリゼロ2期、そろそろ見よう。ゾンビランドサーガー最近コラボしてたね、ラブライブとペルソナ。おお、この子ガチャで出た気がする。グラブルブル、これめっちゃうちの視聴者欲しい人多そう。おそらくプリキュア。可愛くない？女子向けアニメとは思えんさ、グッズの良さだもん。ほんとなんか大人の女性狙ってそう。さすがに私たち知ってるぞコーナー。よっ、1か。この子腹黒いのめっちゃ好きだな。いや、腹黒いけど絶対ウブだよ。うわー、いざという時絶対ウブ。えぐ。2の。え、髪の毛短いけど、これネタバレじゃない？ネタバレだよ。絶対振られて髪短くしたか、タイプ子どんな子って聞かれてショートカットって答えた次の日にこれで学校来たじゃん。まあ、違うんだけどね。はやば。そして3。はい、1か。5等分はミクが人気すぎ、さすがに入ってないの。入ってないんだ。あえてのマコン。おお、ここらへん嬉しくね。その1、ラブライブガチャでめっちゃ出る花丸ちゃん。出花丸ちゃん。そしてオラが次に紹介するのはリコです。あれ、なんかかっこよくない？いやー、リコさんをね、あの二人と組み合わせたのはね、天才ですな。ミュータントガールズです。あー、もしもが欲しい高坂じゃん。しかもこれ結構ね、レアいラバストなんだよね。あんまり出回ってない。これ懐かしすぎるよ。じゃじゃん。おー、一時期ね、ゲーセンでこの絵柄のやつはびこってたほのかちゃん。だね、フィギュアのコンプリートセットいただいたよね。そうなの。なんかあの時はゲーセンでめっちゃ見たのに、今はマジで見かけない、うん、どこにも置いてないよな。これは限定グッズです。じゃじゃん、セガのリンちゃん。あら、これしかも今なくなるよ。あ、そっか、今セガじゃなくなるのか、うん、あ、そうじゃん。ミプクロメ2。あれ、ラー多くね。なんかね、割合多くなってきてる感じするよ。マジで。あ、ほ、これは、あ、同人グッズだ。え、限定グッズ。え、これなかなかだよ。え、あらららら、限定。え、ちょっと待って、ラブライブありすぎ、ありすぎ、ありすぎ。嬉しい悲鳴あげてない、ちょっと。めっちゃある、え、めっちゃある。嬉しい悲鳴聞こえるって。私の推しは、あ、あんなには人気すぎて履いてないエンジェル。まさかの女性向けコンテンツからバンヤロ。可愛いね、女の子いるんだって感じ。さっきこういう時の福袋出ないよねって言ってたあの作品。あの作品。フェイト、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 金沢の嫁ガチャ。言霊って本当にあるんやなって。フェイト。あれ？フェイト。あれ？フェイト。フェイト、フェイト。めっちゃ汚い SAO 出てきた。いや、憧れるよね。歌ったら力が強くなるとかさ。いや、そうなんやね。私もそのタイプ、ちなみに。テンスラ。こっちもめっちゃ入ってるよね。合います。ほんとや。やっぱさ、キャラ数多いとね。グッズ数も増えちゃうから。ね、もうね、机に入りきらないんだわ。頑張って。そしてこちらも合います。いいね、このいい笑顔、素敵、かわいい。おそらくオタクくんが使用したフェイトの缶バッジ、超ボコボコ喧嘩時だそうです。こちらもフェイトだそうです。フェイト急にめっちゃ来るやん。バンドリーのめっちゃかわいい子たち。そういえば出てなかったね。へん、まだあるのか、そんなのが。そう、大好きを伝えたいんです。ゆうきせつなです。そしてアクアの缶バッジ、ルビーちゃんめちゃめちゃ使用感あります。このマリめっちゃ可愛い。可愛い。ポニーテールめっちゃ缶バッジに沿ってて素敵だね。私の指が限界、アクアラバスツ。ブップも出ました。よかった。
マジで用途が分かんない。自転車とかにつけそうなギリキス絶対ボロボロなるって。チカチカアクリル、これ割とレアいって言ったのにさっきも見た。これね、なかなかレアくない？キュンキャラリンちゃんのラバーストクリップ。本当よ、珍しいの。上に挟むタイプみたい。使いにく。スクエス感謝祭のプランタンの一人が足りないあれ、まあ、持ってるからいいんだけどさ、皆さん。そしてこちら、僕今の巻きパナ、こちらはちゃんと設計されてるほのかちゃんのアクリルバッジこれもね、あんまり巷では見ない。りんちゃんのラバスト。この時期はね、いろいろグッズ出てたけど、出回ってないんだよね。そうなの。これは限定品、ノットフォーセールじゃん。今はなき、アケフェスこと、スクールアイドルフェスティバル、アフタースクールアクティビティの。しかも、名前が変わる前の、花代のやつ。あ、ほんまや。めっちゃレア。しかも状態いい。え、ほんとだ。そしてこちらも、めっちゃレア。ミューズピフスライブのアクリルキーホルダー、のんちゃん。あ、レアやん。めっちゃミューズでレア入っとるんはやばいね。小物系ラスト。いや、見るからに高坂で溢れてますが、南は出てくるかい。あっ、雲出てきたんだけど。雲生きとんが。あの、今退治しました。私が高校の時にめちゃめちゃ流行ってた作品、ほおずきの冷徹。うわ、流行ってた流行ってたね。めっちゃ流行ってたよね。五等分の花嫁、五等分できていたのか。つくろう！一かのみです！お姉ちゃん！これね、めっちゃ絵が綺麗。アイマスの缶バッジ、マジで絵が綺麗すぎる。おしゃれすぎん、なんか。いいね。これもアイマスの缶バッジ。こちらもアイマスのラバスト。めっちゃハロプロっぽい。フルデリカかと思ったけど、桜田リセット。こんな表裏のラバストで、絶対使ったでしょっていうこの曲がり具合バンドリおたえの磁石、これも裏表になってて可愛い。マジでキャラ数が多いんだなで有名なフェイト、こちら愛中のキラドルっていうラバスト。そして、はい、あと全部ラブライブです。やったー！なんで？エマ・ワトソン。これかわいい。ラブユーのカリンちゃん。これ嬉しい。スクスタリナちゃん。あ、いいね。かわいい。これってさ、確か限定じゃなかったっけ？違ったっけ？スクールアイドルストア、多分限定品のアゼリア。劇場版の津島さん。よしかよ！ここにもしっかり推しがいるアクリルキーホルダー。アク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 ア。アクアクアクアかな？今まだ小物だけなんだけど、うん、5等分、呪術、鬼滅、ラブライブ、アイマス、バンドリー、フェイトに、高木さんに、かぐや様に、みんなの好きどころをめちゃめちゃ抑えてる。在庫処分とは思えないラインナップ。よし、あと大物行こっか。そうだね。エヴァンゲリオンの一番くじグラス。しかも新エヴァだよ。ね。これはもう答え書いてあった。はい。当たりです。当たりですか。5等分の花嫁、チョコノッコ小皿。いつきちゃんでした。やったー、嬉しい。おめでとう。うーわ、来たわ。クリアボトル。一番くじ解消。そして納品書です。よし、かわいい。リゼロ皿、かわいすぎる。これでかき氷食べたいね。めっちゃいいじゃん。天才。おひたし作ろう。てえ、あとはね、縫い系だね。縫い、中古縫いはちょっと怖いね。これ入ってんの？ダンベル何キロ持てる。寝そべりあるんだね、あの作品も。私が見た回には出てない子だ。通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですか？これお母さんじゃない？あ、お母さんなんかな。なんかジブリっぽくない髪型。いや、わかるな。これよく脱いで再現したね。ね、すごい。すごい。ポタちゃん、これは当たりなのでは？あれ？マキさん。え、マーキさんめっちゃ入ってる。いかつ、ぬいぐるみでこんないかついの初めて見たんだけど。カクカクだよ、ぬいぐるみなのに。ちゃんと武装しとるんだ。これはね、当たりでしょ。じゃじゃん、かわいくない？え、かわいい。らん姉ちゃん、次こちら。はい。でれん、これも当たりなんじゃない？一番くじ B 賞、カノカリ。カノカリの一番くじめっちゃ人気のイメージだよね。うん、セクシー、これかわいい。これはね、ラブライバーなら欲しいでしょってやつ入ってた。いや、ほんと？ハードル高いって、それは。一個ドラよ。こちら、お花丸。そして、はい、ミュータントガールズ。じゃじゃん、僕らは今の中でストラップなし。スクフェス感謝祭、ほのかちゃん。おお、なかなか出会いと言った割にはめっちゃ出る。この海
おお。まあみんなが欲しいんじゃないですか。なんたらこんたらはこんたら光。これもね、あんまり出回ってない系のラバスト。ほのかちゃんサニソン。え、ほんまや。サニソンってなんかあんまグッズ化してないよね。うん。そしてさっきね、ノットフォアセールで初期グッズだからめっちゃレアだよって話をしたやつが、なんとユニットで出ました。そんなことある？じゃじゃ。え、まさか。え、その二人来たってことは？ごめん、後ろにモスラ映り込んどった。あっぶモスラでした。すごくない？以上、多分200点。おぉ、うち偽物が5点ですね、はい。なるほどね。にしても、私たちが知ってる中でも、ラブライブで限定グッズ入ってたり、知らない中でも多分あると思うんだよね。ま、絶対あるね。しかも一番くじの上位賞も入ってるし、個人的に満足だった。いや、同じく、なんだろう、本当におもちゃ箱開けとるみたいな気持ちになるし。まあ、雲が入ってなければ本当に完璧だった。そうだね。というわけで、次のね、次の男性キャラクターの福袋も買って、私たちの推しがね、たくさん出ることを祈っております、はい、というわけでそちらの方もお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画見て少しでも次も気になると思っていただけたらチャンネル登録と高評価のよろしくぜ。概要欄にジョボーテーマ曲バイタリティと各種 SNS のリンク貼ってあるのでぜひともフォローしてくださいね。過去の自分を壊せかけろこの足で